皆さんおダウンタウンが漫才を NGK でやったっていう話聞きました。で YouTube であの早速見ようと思ったんだけど、まだ動画上がってないですね。あの見たい。はっきり言って見たい。で、なんかアドリブって聞いたね。で、要はそれっていうのはさ、あのガキの使いで、あのハガキ読んであのやってたじゃないですか。で、ハガキなしでもあのフリートークで2人でやってたじゃないですか。最初ね、あのうわタクシードライバーの <laughs> 歌とか流れたりとかあの「芋洋館水洋館夜は2人で栗洋館とかあの歌私やタクシードライバー」とかちょとな自分で言って,て懐かしいんだけどあれから出囃子があって出てきてねハガキ読んであのやるじゃないですかまあハガキなくてもいいんだよ別にない時もあったじゃないですかであれ封印したよねあのコーナーねで今なんかダウンタウンガキの使いリニューアルしてからまあフリートーク たまにやるけどなんか冴えなないよねなんかやっぱコンプラを意識しまくってなんかキレがないっつうかまろやかすぎてつまんないよね。でやっぱあの要はさまっちゃんはこう言っていたんだよ。あの本に書いてあったんだけどあのガキの使いでやってるそのハガキ読んでのフリートークっていうのがあの究極の漫才だっていうんだよね。全部アドリブって言ってたしまあアドリブなんですよ。あれできちゃえばさ わわざわざさ台本作る必要ないよね医者ネタとかさ誘拐ネタとかさいっぱいあるじゃないですかダウンタウンの。でもさそれっていうのはさな,なんだろうねあの音楽の曲と違ってさ廃れていくからね <laughs> その時代になんかとかそのタイミングとかその雰囲気とかねその気分に合ったものじゃないとダメじゃんだからネタはねそのあと分かっちゃってたらさ面白くないっていうのもあるしね <laughs> もう一回お出しになってもって思うんですけどね。で 要はだから、フリートークが、あの、もう、漫才だったよねって思うんですよね。だから今回、その、NGK で、その、ね、フリートーク、アドリブで、あの、漫才やったっていうんだけど、まあ、漫才だって漫才じゃないよね。で、それ考えるとさ、あの、まあ、あの番組ね、その、リニューアルする前ね、ガキの使い、ヘイポーとかいた頃の話だよね。あの当たり前のようにさ、その、フリートークやってたじゃん、昔。で、フリートークだけの時もあったしさ、 だあん時がいかにさ俺らはさ恵まれていたかありがたかったかっていうのがわかるよね。であれが一番面白いって思うんだよね。あとヘイヘイヘイのゲストを交えての普通のなんかゲストを引き出して笑いをね入れてくっていうその、まあ、最後の方のヘイヘイヘイはちょっとなんかクールダウンしてたけどだから要はさ2人で喋ってるだけであの面白いんだよ。それをさ あのシンプルにやってけばいいけばんだよねただ、あまりにもその規制が厳しくて、できないのが現状なんだよね。いろんなことに気を、ね、使わなきゃいけないとか、あれ言ったらダメだ、これ言ったらダメだとか、言葉狩りされたらもうかなわんなって、まっちゃんも言ってたんですよ。ってことで、だから、まっちゃんは映画撮ったりとか、あと笑ってはいけないとか、大掛かりなことやるじゃないですか。で、俺は別にその映画とかその、笑ってはいけない、全く好きじゃないのを見ないし、でもその、 ダウンタウンは素晴らしいと思ってるし、めちゃくちゃ楽しませてもらった、まあ、軽度の松本信者なんだけど、な、何言いたいかっていうと、その、シンプルなことを、あの、フルスイングすれば、ダウンタウンってめちゃくちゃ面白いんだよね。だから、二人で話してるのを、あの、面白おかしく、あの、放送するっていうのがベストなんだけど、今それがネットでも、その、テレビでも、とにかく規制が厳しくて、できないんだよね。だから、それがね、いけないなって。 まあ率直に思いますでねあの横山泰史はこう言ったんだよダウンタウンの、まあ、ちゃんとあのネタの漫才を見て、まあ、誘拐ネタかその医者ネタか分かんないけど「チンピラの立ち話やないけ」っつってあのダウンタウンを説教したんでねそしたらまっちゃんはいや「チンピラの立ち話をあの、ね、たまたまちょっとあの聞き見立てて聞いて」 それが面白かったらそれでいいだろうってあの横山の安さんに切れてましたね一緒に書いてありましたであのそれでさあのごっつい感じであの安く安くんっていうさコントやったじゃんあれね面白かったよねまあ仕返しっていうかねまあいい意味で仕返しだそれがねあのもう暑かったんだよね当時はねあの師匠もいないダウンタウンまあ1期生なわけじゃないですか NSC ででそれをその認めないっていうその大御所の 古株のね、その、安さんとかがいて、それに対してね、ざけんじゃねえっアンチテーゼッツが反発する、ね、あの、若き帝王、人島松本がいてって、最高だったよね、もうあの時代にはもう戻れないのは分かってるし、その、まあ、YouTube でいつか上がるであろう、その、今回の漫才も、まあ、そんなに攻めたものにはな,なってないはずよ、こんなにコンプライアンスが厳しいから、まあ、爆笑問題とかでもね、 ギギリギリのところやってるっててる感じででその中でさどう立ち回ってんだろうねだからそのやっちゃいけない出しちゃいけないカードがいっぱいある中であのその面白いことをね放つっていうのがまあプロだと思うんですけどでもねそこまでねなんかがんじがらめの中でやんなくてもいいのになって思うしうんだから俺これはね意外とね知られてないけどダウンタウンがあの俺がね 高校の時だから結構前だけど、まあ、全然ブレイクして、まあ、本当に大物の位置にいる時に、吉本の新喜劇にゲストで出たんだよ。まあ、メインじゃないよ。その時とかやっぱ面白かったんだよね。だからそういった意味で、だからダウンタウンって結局さ、あの、今、冠番組持って、まあ、いつも通りじゃん <laughs> いつ。いつも通りの、まあ、予定調和じゃん。だからさ、その漫才を、 やったりとかなんか新劇に出たりとかかなんかさ、あの、新しいことをやってほしいよね。だからゲストで出るっていうのは俺、一番いいと思うんだけどね。ゲストで出て、ちょっと荒らすみたいなね。うん、まあ、YouTube はやんなくていいよ。<laughs> 実際さ、えプリルフールでやるって言ったけど、やっぱ嘘だったわけで。だから、まあ、でも正直ね、その、本当にね、<laughs> めちゃくちゃ見たいかってね。 あの言われたたらねねそんんななに見たくないんだよ、ね、<laughs> NGK の漫才。なぜならそっちよりも過去の,あのガキの使いのフリートークハガキを読んでやるやつのがあの爆笑できんの分かってるから、うん、そ,それがもう高すぎちゃうんだよねレベルが。何つったらいいんだろうね今のさ流行ってる音楽と90年代の Mr.Children、ね、とかラ a クとか Spitz とか g レ a y の全盛期の、ね、あの時の音楽 今の音楽、どっちのがなんかパワーがあるか、エネルギーがあるか、影響力あるかって言ったら、もう一目瞭然じゃないですか。そういうことなんだよね。今もそのパワーをさ、もう発揮できないんでね、フルスイングできない,い,いその時代っていうか、規制があって、その中でまあ、ダウンタウンはまあ、やったっていうのはまあ、まあ、吉本100周年っていうのもあるしね、まあ、レジェンドだよね、もうも。うもっと言うとあれだよね。もう まあ老害って言ったら失礼かもしれないけどなんつったらいいんだろうねや産さんの立場だよねそれこそねもうダウンタウンってねもうあの時のやっさんになっちゃったじゃんや産さんの年齢になっちゃったじゃんって思うよねハマ <laughs> ちゃんね首がシャクシゃだもんねであのハマちゃんのね息子さんがハマちゃんにそっくりなんだよねまたハマ岡本だっけだ昔のねダウンタウンの YouTube とか見てるとあれこれどっちだってちょっと分かんなくなっちゃいますからね でまあ、どうせならトミーズとハイヒールもあの同期だから NGK でね漫才すればよかったよねあとリットーン調査団もな。